さあ、それでは今年のトロント日本映画祭 in 日比谷の第1回上映がこちらの方になります。ご紹介させていただきます。映画活弁の周防正行監督です。よろしくお願いいたします。周防監督、よろしくお願いいたします。あの、会場にいらっしゃるお客様と、実は本日は配信でもご覧になっている方がいますので、まず映画ファンの皆さんに一言ご挨拶いただいてよろしいでしょうか。配信の方はきっとそれこそあの、こんなにもうちょっと寒いんでね、今日ここにいらっしゃる方はちょっと寒い中、ぜひ体を冷やさないようにしていただきたいんですけど、配信で見ている方はそれぞれ思い思いに温かいものでも飲みながらのんびりご覧になってください。どうぞよろしくお願いいたします。周防監督、大変申し訳ないんですが、改めてちょっと周防監督についてプロフィール私から簡単にお読みさせていただきます。横で聞いていただけると幸いです。1956年生まれ、東京都出身でいらっしゃいます。そして1989年です、本木雅弘さん主演のファンシーダンスで一般映画監督デビューを果たされました。修行僧のですね、青春を独特のユーモアで描き出した作品で、もう三田さんご覧になっている方も多いと思うんですよね。私も大好きでございました。でこちらが非常に話題になりまして、その後でございます、本木雅弘さんと組んだ1992年の四股踏んじゃった、こちらが学生相撲の世界を描きまして、第16回日本アカデミー賞最優秀作品賞をはじめまして、数々の映画賞に輝いていらっしゃいます。さらに1996年のシャルウィダンス、こちらは第20回日本アカデミー賞13部門独占受賞です。そして世界公開もされまして、なんとご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますけど、ハリウッドでリメイクもされました。あの時はリチャード・ギアとジェニファー・ロペスでリメイクされましたよね。本当に世界的にで愛されている作品でもございます。そしてその後になりますが、それでも僕はやっていない、そして11年にはダンシングチャップリン、さらには2012年には次の新宅、2014年にはマイコレディ、そして19年にこの活弁と、エンターテインメントから社会派作品までさまざまな傑作を生み出されています。そして周防監督が生み出したその四股踏んじゃったが、現在ディズニープラスでですね、また新たな形で配信中でございます。そんな周防監督に今回は活弁でお話しいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。あの、周防監督にお伺いしたいんですが、こんな野外上映でのトークというのは今までに経験ございますでしょうか。トロントじゃないんですけど、モントリオール映画祭だったかな、あのシャルイダンスの野外上映っていうのを、別にシャルイダンスが出品されてたわけではなくて、僕ダンシングチャップリンという映画で行ったら、なんとその日の夜にシャルイダンスが野外上映されてて、で舞台挨拶に立って、だから本当にこんな、あん季節いつだったんだろう、こんな涼しくはなかったけど、それはあの本当に野外上映してました、はい、それだけやっぱりシャルウィーダンスは世界的にも愛されてるっていうのはそこで実感されますよね。っていうか変な気分でしたどうなんですか、この野外上映っていうのは、総監督自身はご体験っていうのは今までございますか、自分が見る側っていうのは。多分ないと思うんですけど、あの昔映画をやっぱ小学校の校庭とかで本当にあのシーツみたいのを貼って見てましたみたいな、こう情報として入ってるんで、年取ってくるとそういうのがどんどん混同されてきて、まるで自分が見たかのように思うんですけど、実はあの活弁っていう映画の中でも野外上映シーンっていうのがあって、それはそれでなかなか楽しい趣のあるものだっていうのはやっぱり強く思ってますね。本当にその野外で映画を体験するってすごくこう印象に残る思い出でもあるんですが、実は私あのそこの日比谷公園に行くたんびにマイコアレディを思い出すんですよ。あのマイコアレディが盆踊りを日比谷でイベントとしてやった記憶がありまして、だから日比谷に来ると必ず総監督を思い出すという。総監督はあの日比谷はよく来られますか。まあ、そんなによく来るわけじゃないんですけど、僕にとっての日比谷は日比谷映画街で、高校生の頃本当にあのポセイドンアドベンチャーっていう昔のパニック映画とか、あとなぜか学校の視覚教育でモダンタイムスっていうのを日比谷の映画館でチャップリンの、はい、見たり、
あとは高校の友達同士でみゆき座でジョニーは戦場へ行ったっていう映画を見たんですけど、見たあと誰も一言も発せずみんなで黙って日比谷公園歩いてたりしたっていう、僕にとってはなんか普段渋谷で家の都合で渋谷が行きやすかったから渋谷で見ること多かったんですけど、日比谷はなんかもうランク上の上等な大人の雰囲気っていうのがあって、なんか日比谷で映画を見るっていうのは特別なことでしたね。そうなんですよね。私も東京出身なので、なんかこの日比谷に来るとちょっとその海外の映画のメジャー映画を堪能できるこのエリアっていう印象が非常に、あとあっちのマリオの方ですよね、ありましたけれども、佐藤監督がまあ、マイベストムービーってたくさん挙げたらキリがないとは思うんですけど、何かこう思い出に強い他の作品ってございますか？作品というよりやっぱり、ね、人になっちゃうんですけど、小津安二郎監督がやっぱりこう特別な存在なんですね。で、今日だから小津さんの要するに活弁という映画とのつながりもあったんで、サイレント映画時代の生まれては見たけれどっていう映画をおすすめしようかなと思って来たら、国立映画アーカイブっていうところで出しているプログラムっていうか、あれなんか期間のあれが送られてきて、それ読んでたら同じく小津さんの、これサイレント時代じゃなくてもう戦後トーキーの時代なんですけど、おはようっていう映画があるんですよ。で、このおはようっていう映画をシナリオ段階でエーリンがクレームをつけてるんですね。で、小津作品でエーリンがクレームつけるって何だろうと思ったら、なんとおはようっていう映画は、まあ、コメディーなんですけど、急シーンおならのシーンなんですよ。おならでエイリンだったんですか？そうそう、おなら、子供たちがおならしたり大人がおならしたりする、その急シーンのおならシーンについてエイリンの担当の方が、こういうシーンはエイリンとしては認めたくないんだということでクレームをつけて、で松竹はいやそういう、そこをなんとかもう一度考え直してくれってやったら、エリンの方で一応認めたんですけど、どういうふうに改良して撮影してほしいかっていう要望書が来て、でその要望に小津安二郎がどう答えて撮ったかっていうのはおはようを見るとよくわかる。でおはようのおならのシーンって僕大好きで、そんなエリンがクレームつけたなんていうのついさっきまで知らなかったんで、ぜひ小津さんの作品だとね、東京物語とか三万の味とかって言われるんですけど、ぜひ一度おはようっていう本当に子どもたちが生き生きとした一軒の家にテレビが入るまでの話なんです。テレビが欲しいって子どもたちが言ってて、そのテレビがやってくるまでの話なんですね。誰かが嫁に行くまでの話じゃなくて、お家にテレビがやってくるっていうまでのお話なんですけど、すごく面白いんで見てもらえたらいいなって思いました。小津安二郎作品にエイリンなんていうのは初めてですよね。なんかエイリンっていうと大体この R 指定のことで考えるじゃないですか。まさかの、ね、性と暴力ですよ ね。それおならでクレームつけてたっていうのが、でもその実はキネマ旬報の映画表でもその小津さんのおはように対して巨匠ともあろうものがこんなふざけた映画を撮ってっていう批評が載ったぐらいなんですよ。そうなんですか。そう、僕はそんなの全然知らずに名画座で見たときに本当にゲラゲラ笑って見てたんですね。でぜひ一度皆さんにも小津さんの中にもこんな可愛らしいコメディがあるんだっていうのを知ってもらえたらいいなと思います。ちょっと見てみたいですよね、皆さんね。でも今の陶器の話でございますが、本当に総監督と言いますといろんなその熱中する何かですよね、相撲だったりとかダンスだったりとか、そういったものに、ねこうね、マイコレディもそうですけれどもこうね、焦点を当てている作品が多い気がするんですけど、今回その活弁という世界ですよね、ここにどうして今回映画にしようと思われたのかって今また聞いてしまっていいですか？まずこれ初めて自分でシナリオを書いてなくて片島正三さんっていう方の脚本で、撮ったんですね。で彼が脚本を書いてる時に一度読んでみてくださいって言われて読んだんですけど、その時にサイレント映画っていうけど世界中の誰もサイレントで要するに無音で映画見てたわけじゃないんだっていう当たり前の事実に気づいたんです。で僕は映画好きな学生の頃に
無声映画っていうものは本当サイレントで見るものだと、要するに活動弁士がいた、それが説明してたっていうのは知ってたんですけど、そうじゃなくてサイレント映画なんだから弁士の説明もなく、ましてや音楽もなく、そうやって見るのが正しいサイレント映画の見方だと思って、何しろ監督はサイレントで撮ってんだからサイレントで見るのが正しいんだって思ってたんですね。でその浅はかなこう自分の考えに気づいたのがその脚本を読んでなんです。でなんでかっていうと、その時の映画監督はみんな、特に日本の場合は活動弁士っていう人がいて解説する、説明する、説明して上映されるってことを知ってて撮ってるんですよ。要するに自分が撮ってる無声映画にここに解説者が立って説明が入るんだっていうのを前提に撮ってるんです。だから無声映画を本当にサイレントのまま見るって正しい見方じゃなくて、監督がどういうものを撮ろうとしてたのかっていうことは活動弁士が一緒じゃないと、それは正しい見方にはならないんだっていうことにはたと気づかされてしまったんですよね。で外国へ行っても活動弁士が全くいなかったわけではなくて、初期にこう説明する人がついてたっていうのもあるんですが、日本のようにこう発達した、要するに本当に物語を語るようにして映画を一緒にこう説明していくっていう形式はもう成立せずに、だったんですけど、実は最初に映画が上映された時から音楽っていうのはどうもあったんですね。必ず音楽の演奏、生演奏がついて映画がこう見る、映画が見られていた。つまりだから無音で映画見てた人いないんですよ。というわけで僕は改めて映画っていうものがどうやって当時上映されてたのかっていう、それを自分でも知りたくて、それが大きかったんですね。だからその片島さんのシナリオで撮ることが決まった時に、本当に一生懸命サイレント映画時代のことを勉強して、まあ日本だと大正から昭和初期にかけてですけど、その頃映画がどう上映されどう楽しんでたのか、それを一生懸命こう取材するっていうか勉強するっていうのは楽しかったし、まあ、それで皆さんに映画がどんなふうに楽しまれてたのか、当時どう誕生してどう楽しまれてたのかっていうのをぜひ知ってほしいなと思って作りました。映画の仕事に入った時にやっぱりその弁士の方ともつながりまして、で私弁士の片岡一郎さんとトークをしたりすることになった時に、あ、こんなに活弁って面白くて生き生きしてるんだって思ったら映画に出られてるじゃないですか、はい、だからもう監督がやっぱりその弁士の方々にもリスペクトがあってこうやってキャスティングされてるのかなと思いました。日本って独特な語り芸がたくさんあるんですよね。まあ、皆さんよく落語はそうですよね。今で言ったら漫才もまあ語り芸ですし、浪曲とかあと講談ですよね。神田松之丞さんとかね人気になってますけど、日本って語り芸の種類がたくさんあって、でこれももう皆さんの中ではちょっと古いかもしれない、美濃もんたさんがよくプロ野球好プレー珍プレーとかでこう説明してたりとか、あと古舘一郎さんもう今でもトークショーすごく面白く語ってらっしゃいますけど、こういう人たちももしかしてこれって日本の語り芸の系譜で、で活動弁士って要するに現代の活動弁士っていうふうに、古舘さんなんかまさに現代の活動弁士じゃないか、プロレスの実況中継なんてまさに活弁じゃないかっていうふうに思って、あ、これは語り芸、本当になんか日本文化の一つとしての語り芸として活動弁士を捉えるっていうのが、まあ僕にとってはすごいしっくりくる、でこのことはやっぱ世界中になんか発信すべき、日本での映画の楽しまれ方っていうものはやっぱり世界中の人に知ってほしいなっていうふうにやっぱ思いました。成田凌さんと黒島結菜さんが出てくるんですけど、お二人オーディションだったんですよね。はい、どういうところがこう、あ、弁士だとか、あ、女優さんに合うっていうふうに思われたんですか。確かにそのキャラクターに合うか合わないかっていうのは当然オーディションの時に、まあ、当然あるんですけど、もう一つなんか、メインで活躍してもらう人は、まあ、僕がなんか好きになれるかどうかっていうところに実はあるんじゃないかなと思って、やっぱりお二人とも
要するに僕が好きなタイプっていう感じでした。本当に今若い役者さんって才能のある人っていうか、まあ能力高い人がたくさんいて、本当にオーディションって迷うんですけど、なんか最後は結局いや この映画の中でこのキャラクターを演じて僕が一番好きそうになれる人みたいなことで選んじゃってるなっていうふうに今回強く思いました。だから他にも魅力的な人はいたんですけど、その人個人と会ってる時にはすごいいいなって思うんですけど、じゃあこのキャラクターを演じた時に本当にそのキャラクターとしての彼を好きになれるのかどうかっていうのがあって、だから結局最後は好みかななんて思っちゃいました。ということは役所広司さんとか本木雅弘さんに対してもやっぱりその好きなポイントっていうのがあるわけでございますが、共通点って何かあるんですか？ぶっちゃけ言うと本木さんの場合はまだ本当に、まあ、ほぼ一般商業映画を撮るっていうことで映画会社からの縛りというのが結構あって、主演の俳優はその当時レンタルビデオ店っていうのが流行ってたんですけど、レンタルビデオ店のおじさんでも知ってる人が主役っていう条件だったんですよ。でも僕の方の絶対条件は髪の毛を剃ってくれる、スキンヘッドで出てくれる方だったんですね。でスキンヘッドになってくれる人気者っているのかいっていう、要するに今みたいに SFX で、まあ、特殊メイクでスキンヘッド簡単に作れるような時代じゃなくて、本当に剃ってもらうしかなかったんで、そうするとレンタルビデオ店のおじさんでもよく知ってるとすれば、例えば連続ドラマの主演をしてるとかアイドルであるとか映画に何本も出てるとかそういうことだと思うんですけど、そういう人が剃ってくれるかっていう問題があったんですね。とにかく低予算映画だしギャラも安いしと思ったら、本木さんが剃ってもいいって言ってくれたですよ。本人は剃ってでもやりたいって言ってくれたのは確かなんですけど、事務所的にも問題がなかったっていうのはすごい大きかったですね。でも衝撃でした、すごく衝撃でした、覚えてます。そこまでのやっぱり役者魂さえ感じたっていう、はい、そうだから、そういう選ばれ方なんで、逆に言うとファンシーダンスっていう撮影を通して本木さんを好きになったんです。だからシコフンジャッタはもう本木さんありきの企画だったんですね。とにかくこの本木さんでなんか大ヒット映画を作ってみたいっていう、要するに日本映画が、まあ、皆さん信じられないかもしれないけど誰にも相手にされてない時代の話だったんですよね。誰が日本映画なんか見るのって言われるぐらい、それぐらい洋画が、まあ、見るべき映画としてあって、日本映画は本当になんか極めて少数者が支持している非常にマニアックな世界だったんで、80年代90年代あたりってそうですよね。ちょっと角川映画とか伊丹十三さんとかがこう出てきて、ようやくなんか日本映画も多くの人にこう見てもらえるような存在になりなってほしいなみたいな時代だったんですね。だからそこで僕としては何とかして日本映画にもなんか皆さんに足運んでほしいって思いがあったんで、とにかく誰でも楽しめる面白いやつを撮ろう。でその主人公にやっぱ本木さんがいいというふうに思って、で本木さんに何をやってもらったら注目をされるかなと思った時に、えい本木さんを裸にしてしまえっていう、でその裸になるのも裸になる必然っていろいろ考えたんですけど、ああ土俵に上がればみんな裸だっていう、そういう発想からお相撲というふうになったんですよね。それでもその役所広司さんもそうですし、今回の作品にも監督役で池松壮亮さんも出てて、はいね、上白石萌音さんもね、非常に今もたくさんの作品に出て舞台にも出てらっしゃってっていう、本当にこう演技の素晴らしい方もやはり監督はこうキャスティングされる先見の面があるというか、いや先見の面があるというより、なんかそうやって上白石さんにしても、成田さんにしてもその後活躍してくださるから僕がありがたいっていうか、彼らが活躍していることで彼らが出た映画をこう皆さんがもう一回見てくれるっていう、そういう幸運もあるんで、
でそれはの僕が選んだっていうよりやっぱり彼らがやっぱり優れてるからだからその後も活躍してるんだろうと思うんで、なんかやっぱりそういう意味では僕キャスティングついてたなっていうふうにずっと思ってます。しかも活弁を見た時になんですけど池松壮亮さんが監督役じゃないですか、はい、これね池松さんって監督もしてるんですよ。あのね日芸のだって監督コースやってらっしゃったので、はい、これ当て書きかなって一瞬思ってしまったんですけどそこってどうなんですか。当て書きってわけじゃないんですけどあの一度仕事をしてみたいと思っている役者さんでまあそれであの役柄的にはおっしゃったようにまさにあのそういうふうに映画が好きで映画を作りたいというふうに思っている方なんでそれでお願いしました。ですね、竹野内豊さんも、ね、本当にコメディ的なこう演技を今回見せてらっしゃって今もそういったちょっとコメディテイストの作品もどんどん出るようになられていてっていうのででもこの役はなかなかその当時で言ったらないですよね。あのとにかく楽しく要するに、多分あの実は映画って最初は見せ物小屋からスタートなんですよ。まさにその写真動く写真として見せ物小屋でスタートして本当にその、もしかしたらインターネットっていうものがこう普及していくときに、どういうことができるかってみんながいろんなことを考えたと同じように当時もこの動く写真で何ができるか、どうやったらみんなが喜んでもらえるかっていうことをやっぱ発想してたから映画も本当にいろんなものがあったんですね。なんかそういうこう賑やかさっていうでサイレント映画って無声映画って言われてるのに劇場はめちゃくちゃうるさかったとかあのそういうことでなんか僕もこの映画の中で思いっきり賑やかにやってみようっていうのがあったんで、まあ、そういう楽しい役にを演じてもらったんですけどね。もう本当にこう映画にあふれる作品でもございますけど監督があの一つ質問したいんですがこの日比谷シネマフェスティバル2023の今年のテーマなんですがながらシネマということでご覧ください。ソファーでゆっくり見たりとか野外で、ね、いろんなスタイルで見ていいよというようなですね今回は試みでございます。そこで監督が体験した〇〇しながら〇〇したみたいな何かエピソードってございますか。いや別にあのくつろいで見るのを何々しながら見るっていうふうにはちょっと僕には理解できないんですけどあのだってあのそんなこと言ったら昔の映画は立ち見で見るって立ち見しながらで、見てたわけで、で最近の僕で言うとちょっとこう最近始めちゃったんですけどあの家であの仕事をするとき今あのシナリオを書いたりするときにあのテレビで午後あの映画をやってるんですよ。多分そんなに皆さん見ないかもしれないけど例えば007のシリーズを2時ぐらいからやってたりとかいろんな映画をあのテレビ東京とか NHK とかでやっててで実は見たことのある映画をその部屋でテレビつけながらシナリオを書いててシナリオ集中してるんであんまりこうセリフとか入ってこないんですけど時々ちらっと画面見てそのシーンの運びっていうかカット割りとかなんとなくぼーっと見たりしてでまたこうシナリオに戻ったりっていうもうすごい映画に失礼なことしてるんですけどあの自分が見た映画をテレビでつけっぱなしにしといてシナリオを書くっていうのを最近やってたんであのなんか変な感じなんですよ。でもそこで見た時のなんかカット割りとか見ててああそうそうこういう古典的なタイプだよなとかって思いながらまたシナリオにこう戻ったりしてその脚本書く時に影響されたりしませんか他の作品見てると。だからその影響されるかもしれないんですけど、まあ、それもまたあのいいかなと思ってなんかそんなことやってますね。いつかジェームズ・ボンド的なキャラが登場するシナリオが誕生するかもしれません。いやいやそんなに真剣になんか見てないんですよ本当に。ながらであのなんか無音でこう逆にやりにくい時ってあるんですよ。だからラジオつけてたりとか音楽つけてたりとかするんですけど最近ふと
テレビであこんな映画やってんだと思って つけてでなんか書くみたいなことをしてましたね、はい、新作をでは執筆中ということでございますよね、はいはいはい、楽しみにしていますが、はい、何も言えない感じでございましょうか。まだまあそうですね、はいはい、分かりました。じゃあそこは楽しみにしております、はい、では最後にですね監督いよいよ活弁がこの大スクリーンで野外上映で英語の字幕が、ね、流れながら皆さんご鑑賞いたしますのでぜひメッセージをお願いできればと思います。まあ、メッセージってあれなんですけど実は映画っていうものの定義が今大きく変わった時代なんですね。フィルムからデジタルに変わることで本当にたくさんのことが変わりました。だから昔映画っていうのは不特定多数の人と一緒にフィルムをこういう壁に投影して一緒に見ること、それがまあ映画っていうものの定義だったんですけど、もはやデジタルの時代になって映画の定義っていうのをもう一度考え直さなければいけないだろうっていう、そういう時代になってます。そういう時代だからこそなんか日本に映画が入ってきて、その時観客はどんな風にして映画を楽しんでたのか、でそれを今日の映画でなんか実感してもらえたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。ということで本日のゲストは宗正幸監督でした。ありがとうございました。